チェコ工科大学は、プラハに位置するチェコ共和国内で最大の規模を誇る大学であり、中央ヨーロッパで最も古い大学の一つである。またヨーロッパで最古の非軍事系工科大学である。ドップラー効果で知られるクリスティアン・ドップラーや、ノーベル化学賞受賞者のウラジーミル・プレローグなど、多数の著名人を輩出し、チェコ共和国内外で高い評価を得ている。2018、19年度には169種類の学位課程を提供した。1707年に神聖ローマ帝国皇帝、レオポルト一世の要請に基づき、ヨーゼフ一世により高等教育機関として設立され、1806年に工業大学に改編された。1920年のオーストラリア・ハンガリー帝国の崩壊後、名前を現在のチェコ工科大学に変更した。チェコ工科大学は484校の大学と協定を結んでおり、その多くは QS ワールドユニバーシティランキングスで上位を占める。ミュンヘン工科大学、デリフト工科大学、ルーベンカトリック大学、シンガポール国立大学、南洋理工大学、パドゥー大学、香港科技大学などが挙げられる。日本の大学では、東北大学や法政大学、同志社大学などが協定を結んでいる。ありがとうございます。